こちらの運河ですけどもね、埋めて道路にしようというね、あの話があったんだそうですね。昭和38年代に。今度8号線までですね、ですけども、また話が変わりまして、仙台の方がね、苦労して来られたものを、わざわざ海の港まで、こんならということで、一例を告知しまして、富山県がですね、県の都市計画課の方でですね、整備しまして、公費120億円ほど積み込みました。で、現在、県知事ですね、たくさん公費使ったから、責任感じとがで、たくさんの人に来てもらうには考えられて、だって知恵を絞ってこの国を浮かわしたんですよね。だって、金沢の兼六園のようにしてないと、つまで。県知事、一生懸命頑張ってもらうんですよ。で、淡水公園の方でですね、8月と12月で、12月に1000発ほど花火を浴びちゃげたりしてね、一生懸命人集めに、県知事自ら歓迎の言葉を述べに壊れないね、なかなかの意気込みですよ。夏尾も富山市になったからね。富山市、県の3分の1が富山市になった。だから薬師だけも富山市になったが、ちょっとやりすぎやね。だから熊ちゃんが言っておるわけや。ちょっとすべえわね。ちょっとすべえわね。あの岐阜県の県境も富山市やもんね。長い。で、あれはすごいわね。やっぱり、たくさんもあったからね。この建物の向こうの方にはトイレもございます。で、右側の瓦屋根の方は、この専用室になっています。重要文化財のなっています。大理石の施設なんかもあります。皇太子殿下の写真もあります。マイトレールに乗りたいの。もう水がいっぱい詰まって、あれ、25メーター、プール4個分ほどの水が入ってる。それがガーッと抜けていくわけだ。富山湾の水、富山湾の水面に合いましたら、少し出てきます。あ、っていうのを、一緒にじわーっと、水抜くんだな。いや、横にあるの。横にガワッと抜く。あれをもういじらずにね、もういじらずにガワッと横から抜いてる。横から抜いて。もうはそのまま。じわーっと上げてる。そうじゃない、そうじゃない。そんなことしたら一斉にドーンって。もう上げたら、船も船も消えてしまうんだよ。あ、そういうことか。船も持っていかれるから、あ、そういうことか。船も一気に停泊して。横から抜くん。ぐるっとまた、ぐるっと軽く出てきまして、ぐるっと旋回してまた登ってまいります。また、富山湾の地にあったわけですね。
ここの水とここの水と同じ高さにならないと開かないようになってるんだ。ありますよ。だいぶほとんど空いた。もう朝と夏があった。だいぶ寒いよ。あれなかったの、ねえ、うん、あの今先の3人これに乗れんから、うん、ああなるほど。お父様のお通りじゃそう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 。だったら取り出す、夏は船がいる、うん、でこのもう生やしたまま人からね、上まで生えてきて、うん、ゴミが流れて全部引っかかってきて、あみっともないがね、だから取ってしまうんだけど、なるほど。年間1000万ぐらいかかるんじゃないかな、うん、この身を取るだけで取ったね。ほぼ運河の下はなんか一周引いてるんだけど、いや、どうぞ、うん、どうぞ、跳ねたろうね、うん、この公園の周りの土にとってずっとサルスベリがあるんだね、うん、赤いのね、うん。